日本初のデジタルバンクであるみんなの銀行。この中でも遅延することなく予定通りサービスにできました。これもクラウドならではのことだと思ってます。チャレンジャーバンクや非金融の事業者が次々と金融業界に参入してルールチェンジやパラダイムシフトを起こしています。お客様も価値観の変化あるいは行動変容が顕著です。未来の銀行を今作るデジタルネイティブな思想で日本初のデジタルバンクみんなの銀行を創設しました。お客様の声を聞いて早く改善とか軌道修正をしていく、そうやって育てていくサービスです。で API でいろんな事業者様とつなぎますので、スケーラビリティも必要ですし高い可用性も必要です。だからクラウドでなくてはなりませんでした。コンプライアンスとセキュリティを徹底的に担保しながら顧客体験の高度化を実現するデータドリブンなイノベーションをアクセンチュア様とみんなの銀行様とご一緒できましたことを大変嬉しく思っています。今回のお取り組みは日本の金融機関様にとりましても一つの道しるべになるだろうと考えています。 GCP を選んだ理由、一つは変化に対応できるということ、 API だったりマイクロサービス、こういったものをしっかり対応できる。その上で金融の機関系として対障害性だったりセキュリティ、そしてスケーラビリティ、こういったものをしっかり担保できる、こういうふうな基盤だったこと、これが決め手になりました。 GCP にはオープンソースソフトウェアを中心とした技術スタックが揃っており、エンジニアとして培ったスキル、経験などを活かしながらより高い技術要件にチャレンジすることができました。またアーキテクチャやパフォーマンスチューニング、セキュリティなど様々な観点からサポートいただき、安心して GCP を利用することができました。データを国内に留めながら可用性を最大限まで高めるというのを金融機関様は非常に要件として求められるんですけれども、それを Google の分散データベースでありますスパナーというものを用いて東京と大阪のマルチリージョン構成を組むことで実現しました。グローバルチーム一丸となって一つ一つ取り組み乗り越えることによって、今回お客様のデジタルトランスフォーメーションの実現に貢献できたことを大変嬉しく思っております。我々 Google クラウドは日本のイノベーションの創出最大限にサポートしていきたいと思っております。ビジネスのデジタル化を推進する他の金融機関の皆様にメイリーを中心とした勘定系のシステムを提供していきます。銀行がもっと身近な存在になるように、お客様の声に耳を傾けて次々と新しいサービスを提供していくことで銀行の存在価値そのものを再定義する、そんなチャレンジをしていきたいと思います。今後もアクセンチュアは Google と連携し、みんなの銀行の心臓部である基幹系システムをしっかり守り拡張していきます。